2024年5月、台湾東部の町フォアリエンに行きました。2024年4月3日、フォアリエン県東方の沖合で発生したマグニチュード 7.7、最大震度6強を観測した地震による被害があった地域です。現在も余震は続いていますが、観光客も現地に入れるということで行ってみることにしました。台湾鉄道で名物の駅弁をいただきながら向かいます。この茶色いお弁当がめちゃくちゃ美味しいんですよね。ではいただきます。お肉の下にはお野菜が敷き詰められています。揚げて味付けされた豚のスペアリブ、パイグーからいただきます。豚は骨付きなのでご注意ください。見た目はしょっぱそうですが、味はそれほど濃くありません。厚揚げの煮物のようなもの、これも醤油ベースで美味しいです。煮卵もとっても美味しかったです。台北を離れるにつれ、のどかな景色が広がります。海も見えてきましたね。台北から2時間10分、フォアリエン駅に到着しました。とても立派な駅です。はい、ファリエン着きました。と着いた。結構田園風景がね、窓の外広がってたんですけど、駅に着いたらね、いろいろお店もあるしね、でもちょっと地方な感じはしてのどかな雰囲気はありますね。ね、これからバスで、ホテルの方に向かおうと思います。この301で行きます。運転手さんまだ休憩中かな。では出発です。日本でも地震で倒壊したビルの様子が報道されていましたが、フォアリエンの街全体が壊滅的な状態ではありません。有名な観光地のタロコ国立公園は無期限で閉鎖中ですが、地震の直接的な被害よりもむしろ観光客が激減して困っているホテルやお店が多いといいます。ホテルに到着しました。フォアリエン駅のバスターミナルから徒歩も含め13分で到着しました。ホテルのインテリア、センス良すぎてびっくりしました。フロント兼共同リビングなのですが、いい家具とデザイン家電が揃ってます。有名どころのスピーカーです。めちゃくちゃいい音で J-POP を流してくださってました。こちらが今日のお部屋です。
お部屋も超おしゃれです。北欧家具っぽいテイストですね。バスルームです。トイレはウォシュレット付きです。ボディーソープとシャンプー、コンディショナーもあるのが嬉しいです。洗面台にはイソップのハンドソープがあります。はい、ホリエンのホテル到着いたしました。はい、すっごい可愛いお部屋ですよね。いや、こんなにね、凝ってるホテルだと思わなかった。ここまで雑誌で見たことあるなっていう家電とかね、がいっぱいあって、もう棚とか、あとはハンガーとかまでね、めちゃくちゃ凝っていて、こんなレベルでね、インテリアにこだわってるホテルって台湾にはあんまりないんじゃないかなと思います。まあ、あることはね、ありますけれども、私泊まったのは1万円ちょっとなんですけれども、この値段でね、泊まれるのはちょっとすごいなと思いますね。しかもなんかすごい便利なところにありますし、場所も良さそうなのでね、ここにしてね、すごい良かったなと思います。はい、私はここに来るまでは台北から台湾鉄道に乗って、でそこからフアレの駅で降りて、でバスでこの近くまで来ました。バスもね、すごい分かりやすくって、ホテルから歩いてね、1、2分のところにバス停もあるので、すごい便利でした。電車の中でね、話しかけてくれた女の子がいて、でその子がね、ファリエンに行くのっていう風に言って、で、あ、なんか観光に行きますっていう風に言ったら、なんかファリエンの駅に着いた時にね、またいろいろ話しかけてくれて、地震まであるから気をつけてねって、でファリエンに来てくれてありがとうって、楽しんでねって、翻訳ソフトで日本語に訳してね、それを見せてくれたんですよ。ね、それはちょっと嬉しかったですね。うん。で、ホテルの方も言ってましたけれども、やっぱりね、ファリエンの街にね、人が全然来ないっていう風に言ってました。ね、ほんと大変みたいです。うん、でもなんかこう、私は、動画としてはね、こんなにお店が閉まってて、こんなに大変そうですよっていうのも、まあ、ね、伝えるのもありだと思うんですけど、私は普通に、まあのんびり過ごして帰りたいなと思います。せっかく来たので、私自身がね、楽しんで帰らないとと思うのでね。はいはい、ということで、この後も楽しみたいと思います。だんだん日も暮れてきたので、ご飯に出かけたいと思います。どこに食べに行くかノープランなんですけどね。なんか可愛いカフェもある。いや、可愛い。ここのお店も素敵。いや、何食べよう。迷いながらノスタルジックな街歩き。この角の2点、雰囲気ありますね。なんかすごいな、この角すごい。わお。これタイのお寺なのかな。タイのお寺なのかな。ゾウさんがいる。家もめちゃくちゃ立派なようですね。すごい。なんか中がすごいキラキラだけど。ありがたいパワーを感じるこの角のお店で、ちょっといただいてみます。イートインの場合、ピンクの伝票に書き込みます。そしてこちらのレジで先に会計をします。冷たい紅茶と小さな肉まんのような小籠包を注文しました。
ちょっと甘みのある紅茶、冷たくて美味しいです。小籠包もいただきます。とっても小さな肉まんという感じですが、これで25円はお安いですよね。お肉もしっかり入ってます。テーブルのチリソースをかけてみます。生地が厚めでふかふかなので、調味料をかけても美味しいですね。とっても美味しいプチ肉まん風小籠包でした。お皿やトレイは自分で返却します。はい、どんだ麺かな、東大門夜市に来ました。なんか夜市めちゃくちゃ明るいですね。賑やか。すごい、あ、花火だ。見えるかな、カメラで。なんか花火が上がってる。今日花火大会なの。すごい、すごい明るくて綺麗な夜市。安西パン有名なのかな。なんか美味しそうなのいっぱいある。なんかルーキアみたいなのもいっぱいある。いいですね。すごい綺麗。ポテト、ここなんだ。あ、すごい、いい具合ですよ。すごい人気で、美味しいのかな、いいのかな。どっちにもあるの。めちゃくちゃ大きい。どうしよう、回りきれるかな。カメラの電池が やばいな。この辺はお洋服屋さんも多い。食べ物屋さんもありますね。関西パン、関西パン、あれですね、あのパンシチューみたいなやつ。あれ有名なんだ。これ永遠にあるけど、すごーい。どれがいいのかな。あれかわいい。あ、じゃあ、あっちがいい。かわいい。いいの？いない？はい。どれがいいかな。ぬいぐるみ。ぬいぐるみがいいな。どれかな。じゃあこれ。違う。オッケー。シシエ。シシエ。
谢谢バイバイありがとうバイ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 他にもゲームの屋台たくさんありました。原住民のお店もいろいろ出ていました。ライブしている人もたくさんいました。台湾の夜市の定番ヤンスージーのお店、チキンを注文してみます。注文は伝票に記入して渡すだけなので簡単です。はい、購入しました。小さなチキンの唐揚げがたくさん入ってます。来ました、かわいい。来ました、ではいただきます。辛い粉をかけてもらいましたが、チキン自体は甘めの味付けです。葉っぱ付きも食べます。こちらのお店にも立ち寄りました。うまい。あ、ジャパンで。すごーい。さて、何を作ってるでしょうか。Okay. Okay. クレープにピーナッツの粉を広げてパクチーを乗せます。アイスクリームを2種類選びます。アイスクリームを乗せて巻いたら、台湾式アイスクレープの出来上がりです。いただきます。おいしい。タロイモ、タロイモないっておいしい。すごい不思議なくらいによく合います、おはようございます。ファーリエン2日目の朝です。今大きい地震来た。びっくりした。出かけようと思ってたらね、ちょっとゴゴゴゴってなりましたけど、とか言って、でもそんなにあれかな、音だけで揺れは少なかったかな。びっくりした。ちょっとびっくりしましたが、朝のお散歩に出かけます。ホアリエンには可愛い建物がたくさんありますね。これマンゴーかな。お散歩しながら朝ごはん屋さんを探していたのですが、またここに来ちゃいました。昨日の小籠包のお店の向かい側です。レトロでとっても可愛いお店ですね。日本語メニューもあります。ショーケースに並んだパンもなんだか懐かしい感じ。ちまきも美味しそうですね。
天井に伸びるパイプから飲み物を注いでいます。面白い仕組みですね。では目の前のお寺を眺めながらいただきます。台湾式クレープダンピンにテーブルの調味料をかけます。すごい黄色くて、アニオ濃い。ダンピンもいただきます。こちらはハムのダンピンです。皮がもっちもちです。冷たい紅茶も追加しちゃいました。杏仁と交互に贅沢飲みです。ホテルの近くの市場に来てみました。すごい市場だ。すごい。ワンちゃん。ワンちゃん。かわいいね。わ、楽しい。こういうとこ大好き。かっこいいな、しかも。めちゃくちゃ大きいな、規模が。すごーい。すごい。こんなものがいっぱい。お惣菜屋さんかな。こんな大きいところ見たことないな。はぁ、すごいですね。すごい、ありがとう、すごいピースありがとう、シシ昨日の夜市の場所まで歩いてみました。この開けた景色、とっても気持ちがいいです。楽しいですね、ファレンの朝の散歩ね。市場の方もね、みんなにこやかでね、すごく楽しかったです。でもフワリエンってなんか道幅がとにかく広いですよね。すごいですよね、これこの道幅すごくないですかね。ここ歩くだけでもすごい楽しい。すごい、すごーい、スイカすごーい、すごい、おっきい、変だー、かわいい、シュシエすごい、ありがとう、シュシエ、ありがとう。フルーツのお店もたくさん並んでいました。洋梨を一つ購入しました。はい、ホテルに帰ってきました。すごいね、朝市すごい賑わって楽しかったです。もう活気の塊みたいな感じで、もうね、市場の人もね、すごい優しくって、日本人だみたいな、ね、リップンリップン来たみたいな感じで、すごい楽しかった。でね、市場でね、すぐ近くの果物屋さんで洋梨買ったんだけど、これ台湾の洋梨なのかな。ちょっと食べてみますね。下のね、キッチンでね、皮剥いてきました。いただきます。うん、渋いな
置いといて熟さないとダメですね。失敗した。ちょっと渋みがあるから、もうちょっと置いておいた方が良かった、でも美味しい。これ置いといて熟したらもうちょっと、ね、日本の洋梨みたいにとろっとした食感になるのかな。パリパリ食感でもね、昨日の夜市もそうだったんですけど、本当にね、観光客は、ほとんど来てないんじゃないかなと思うんですよ。なんか駅ではね、ホテルの送迎のね、方もちょっと見たりもしましたけども、駅離れて観光客っぽい人あんまりっていうかほとんど見ないですね。やっぱりね、夜市に行っても、さっきのね朝市もそうですけども、なんか日本人、本当に最近来てる日本人少ないんだろうなっていう感じがしましたね。日本人が来たみたいな感じでね、すごい皆さん喜んでくれたのでね、だから、私も嬉しかったですね。で、地震なんですけど、私が体感しただけで4回ぐらいありましたね、地震はね。でもほとんど地鳴りみたいな音と少し揺れるだけとか、あとはなんかふらっと揺れてるかなぐらいの、こうかすかに感じるような揺れだったんですけれども、震度3ぐらいのがちょこちょこあるっていう感じですかね。今のところはね、2024年の5月現在はそんな感じです。地震っていうのはどこでどんな風にどの大きさのものがあるかわからないので、何とも言えないんですけど、なのでもう皆さん安全だから来てくださいっていうことも、誰にも言えないことだと思うので、それはね、私からはちょっと今のところは言えないですね。ただね、観光として来るホアリエン、ものすごい楽しいです。なんかね、やっぱり一番は人があったかいってことですかね。向こうからね、話しかけてくれたりするし、すごい楽しいですねフレンドリーで優しい方がとっても多いなと思います。もう電車にね、電車の降りた時に、ホアリエンへようこそってね、ホアリエンに来てくれてありがとうってね言ってくれた、そこからね、あったかい雰囲気感じましたけれども、ね、いろんなところでね、いろんな人がね話しかけてくれるんですよ。日本人なのみたいな感じで、ホアリエンじゃあよみたいなことね言えたらいいなと思ったんですけど、いやでもホアリエンの方々はもう十分ね頑張ってるんですが、観光客がね戻らないことには、観光業でね生計立ててた方々にはこう何もできないっていうか、自分たちはこうこれ以上何もできないっていうところだと思うので、なんかね、なので私はそういうことはね言えなかったですね。動画的にはね、そういうこと言った方が絵になるんだろうなとは思うんですけど、私の気持ち的にはそういうことは言えないかなと思います。私はまたホアリエン時間を見つけていきたいなと思います。ね、すごい楽しかったしね、いろんなところまだ回れてないところたくさんあるのでね、ほとんど夜市ぐらいですもんね、私が行ったのって。なのでね、もうちょっと街中いろいろ見て回ったりしたいので、また来たいなと思います。本当にね、そういう支援っていうだけの意味合いではなくって、単純に観光として楽しみに行きたいなと思います。もうちょっと落ち着いてからでもいいのでね、いつかね、ホアリエンぜひ来てみてくださいね。今すぐにとは言いませんよね。はい、ということでホアリエンの滞在、短い時間でしたがとっても楽しかったです。では、そろそろ駅の方に向かうと思います。地震からまだ1ヶ月のホアリエン、地震の爪痕や余震はありましたが、ニュースやネットの情報では伝わってこない、そこに暮らす方々の明るさや笑顔が一番印象的でした。戻ってきちゃった。
フォアリエンを離れる電車の中、温かい気持ちがいっぱいになって涙がたくさん出てきました。何度でもまた行こうと思います。